11月10日に厚生労働省は2023年10月30日から11月5日のインフルエンザ発生状況を発表しました。この1週間における定点医療機関からの報告数は10万4359人でした。前の週よりも7000人以上も増え、今シーズンの発生状況の発表が始まった9月以降、初めて10万人を超えました。また、9月時点で2万人を超える患者数が報告されたことにより、東京都は9月12日にインフルエンザ流行注意報を発表しています。インフルエンザは例年であれば、年明けにかけてさらに患者数が増える傾向があります。引き続き、こまめな手洗い、消毒など、感染予防を行っていきましょう。アプリウェザーニュースからは、季節の情報も詳しく確認することができます。ぜひご活用ください。